河野太郎さんの、チャンネルがあるんですね、YouTube 上で。その中で、河野太郎のライブ配信、太郎と語ろうというタイトルで、ずっとライブ配信を定期的にされています。その12月16日に配信されたライブ配信の中で、ちょうどですね、42分45秒あたりからなんですが、質問にね、答える形でいろんな話題について触れられているんですが、コロナ〇〇〇〇について振り返るとどうですかっていう質問に対して、お話をされてるんですね。ちょっとその部分ですね、ちょっと皆さんにお聞きいただきたいなと思います。ちょっと今音声流しますが、もし動画でワイプみたいな形で入るんでしたら、そちらで入れてもらいたいなというふうに思います。ちょっとね、音声いきますね。コロナワクチンについて振り返るとどうですか？おかげさまで多くの国民の皆様にご協力をいただきましたんで、コロナワクチンの接種かなり進みました。そのおかげで、多くの命が救われたり、あるいはこのコロナの後遺症で悩む人が、少なくなったっていうことだと思いますんで、皆さんのご協力、本当にありがたく思ってます。ただ最近はやたらと反ワクのフェイクニュースだったりというのを流す人が増えてますし、ツイッターなんかもそういうものをあんまり、取り締まらなくなってるんで、ちょっとそれはいかがなものかなというふうに思っております。ぜひこの厚労省からしっかりとしたデータを出してもらいたいというふうに思ってます。ここまでですね、約1分ぐらいなんですが、この〇〇〇〇について、河野太郎さんが、振り返るとどうですかという質問に対して、答えられています。で、これを聞いてですね、正直腹立たしく感じた方も多いんじゃないかなというふうに思います。もうまだですね、今日本の国、国をですね、の方向性だったりとか考えというのが、まだここの段階なんですね。ちょっと振り返ってね、整理してみると、〇〇〇〇の接種のおかげで、多くの命が救われ、そして、コロナの後遺症で悩む人が少なくなった。で、ご協力ありがたく思っていますと。これについて、いろいろな考え方があるでしょう。あれによって、そういう見方をしている。そこはですね、100歩引いてまだ良かったとしても、じゃあ今度〇〇〇〇の被害に遭われている方について、全くまず触れてないということですね。例えば、よくメリットとデメリットを考えてっていうことをよく言われてるんですが、メリットのことばっかりを話して、このメリットがね、正しいかどうかっていう、もちろん議論も必要だと思うんですが、ちょっとそこを置いといたとしても、たとえメリットがあったとしても、そのマイナスの側面もたくさん今出ているわけですね、厚生労働省からのデータで。そちらについては一切触れない。これだけたくさんの予防接種健康被害救済制度の申請が増えている。副反応の報告制度の報告件数も、非常に多い。なのにそこに関してはノータッチなんですね。これがまずそもそもおかしいでしょ。両方取り上げるならまだわかるんですけれども、そちらのマイナスの側面は一切触れないんですね。コロナ〇〇〇〇についての振り返りについてですね。最近はやたらと反ワクのフェイクニュースなどを流す人が増えていると。ね、これね、全部反ワクのフェイクニュースで一括りにしているわけなんですね。これも本当におかしい。もちろん中にはフェイクニュースも入ってますよ。入ってるけどかもしれないけれども、テレビも政府も専門家の先生も一切そこについて、マイナスの側面について触れられないわけですよね。しかも YouTube 上でも話せない。テレビでも報道されない。大手メディア、全国放送では。このね、ツイッター、旧ツイッターですね、今、現の X になるんですが、X の中では比較的ですね、この SNS の中では、自由に発言ができるわけです。唯一と言ってもいいぐらいですよ。で、その X の中で、この今回のね、〇〇〇〇の、マイナスの側面については当然ですね、いっぱい上がっているわけですね。それについて、すべての情報を反ワクのフェイクニュースなどを流す人が増えていますということで、一括りにまずしているということ。そして、ツイッターなんかもそういうものをあまり取り締まらなくなっているので、ちょっとそれはいかがなものかなというふうに思っております。この考え方ですよね。ということは、もっとね、YouTube みたいに取り締まれっていうこと、
だと思うんですよ。YouTube みたいに取り締まれっていうことは、全て例えば僕が過去に30本近く動画削除されていますけれども、全部が誤った医療情報なんですね、理由が。だからその誤った医療情報として、Twitter ももっと取り締まったらどうだっていうことを、言っているわけなんです。ということはこれ、片方側の主張だけをは取り締まらなくてもいい。しかし反対側のマイナスの側面の情報は取り締まった方がいいっていうことを言ってる。これ言論統制、全体主義の流れですよね、完全に。そうですよね。だって今の YouTube は、YouTube でこうお話ししといて、 YouTube の、ね、悪いこと言うのはもう本当申し訳ないですけれども、でも明らかにその言論の自由っていうことで考えるとおかしいことだし、例えば丸々丸々一つとってもいい側面、マイナスの側面、両方があるわけですよね。両方がある。そのマイナスの側面の情報が一切表に出ないようになっているということが、まずおかしい、当たり前におかしいことである。しかし比較的 X、まあ、旧ツイッターですよね、では自由に発信ができる。その自由に発信ができる唯一のプラットフォームと言ってもいいかもしれないような、 X の中で、X は取り締まらないことから、それはいかがなものかということを、その国のですね、まあ、ほぼトップの一人と言ってもいいかもしれないです。河野太郎さんがそういう考え方をしているということなんです。まずそこが非常に怖いですよね。そして厚労省からしっかりとしたデータを出してもらいたいと思っていますと。まあ、なぜ厚生労働省がしっかりしたデータを出さないかってことですね。これ京都大学名誉教授の福島正則先生も、厚生労働省にしっかりデータ出せばいいじゃないかと。持ってるんでしょう。どれだけ有効だったかっていうデータ出しなさいよ。出さないんですよ、厚生労働省は。非常に怒っておられましたが、厚生労働省は本当にね、卑怯ですよ。片方の、なんかね、部分的なデータしか出さない。なので、よくわからないようになってるんですね。で、まあ、厚生労働省だけじゃない、いろんな専門家もそうだし、国を挙げてですね、例えば接種した人、接種してない人の、今、死者数が激増してるわけですから、これ、単純に増えてる死者の人たちがですね、亡くなっている人たちが接種してるのか接種してないのかの割合をまず出してほしいですよね。だって丸々丸々のせいで亡くなってるかどうかって分かんないんです、因果関係が。であれば全体でそれを比較すればいいだけの話なの。そんなに難しい話じゃない。だけどそれをやろうとしない、データを出そうとしない、もう本当にね、ひどいなというふうに思います。